ニュージーランドファースト党は、保守主義、ポピュリズム、ナショナリズムを政治理念とするニュージーランドの政党。元ニュージーランド国民党所属のウィンストン・ピータースが離党し1993年に結成した。現在も党首は、ピータースが務める。ニュージーランド第一党とも、主な政策として、以下の3つの主張を訴えている。ニュージーランドの文化を守るため移民流入に、 反対犯罪抑制のため刑罰の強化、懲役刑の強化は異端義条約に関連する、負担費用の軽減化高齢者利益の増幅、保護、マオリ族出身者の地位向上、権利の保護を主張し、移民流入、国有罪の民営化などに強く反対する。他方、減税には賛成している。ニュージーランドに移住してくるアジア系移民の数が多すぎると、 政府の移民政策を批判している。ニュージーランドはニュージーランド人を最優先にすべきと主張する。しかし、政党として反アジア人政策を掲げているわけではない。1993年の総選挙前にニュージーランド国民党を折り通したウィンストン・ピータースがニュージーランドファースト党を結成。同年の総選挙では、 トゥヘナル議員と共にに議席を獲得する。ピータースの政治理念、主張が党の主張になることから、ニュージーランドファースト党は、ピータースの自家用者と揶揄される。1996年の総選挙では、マオリ族出身者の票や、高齢者病を中心に17議席を獲得する。結成3年目の政党の躍進に、ニュージーランド政界は衝撃を受ける。 ニュージーランド国民党との連立政権に参加を表明し、ピータースは副首相権収入役に就任する。ニュージーランド国民党の党内事情からボルジャーが党首を辞任し、ジェニー・シップリーが党首に就任する。ピータースは留任する。1998年8月に国有資産であるウェリントン国際空港の民営化案をめぐり、シップリーとの関係が悪化。シップリーは ピータースを更迭し、ニュージーランド国民党とニュージーランドファースト党との連立政権は崩壊する。連立政権の崩壊は、ニュージーランドファースト党内でも亀裂を生じさせ、離党する議員が出る。1999年の総選挙では大敗し、5議席に減らす。連立政権を結成していたニュージーランド国民党も敗北し、ニュージーランド労働党が政権を奪回する。 2002年の総選挙では、移民政策、ワイタギ条約の不公平さの是正、刑罰強化を柱に選挙戦を展開し、13、議席を獲得する。社会的弱者やマオリ族出身者、高齢者からの票を獲得する。野党を支持する票が集まり、議席を伸ばすも、ニュージーランド国民党の党首にドンブラッシュが、就任すると国民党支持へと情勢が変わる。 2005年の総選挙でニュージーランド国民党が議席を伸ばすもニュージーランドファースト党は大敗し7議席に終わる。ピータースはヘレン・クラーク首相の要請を受け格外協力に同意する。ピータースは外務大臣に就任する。2008年の総選挙でも引き続きピータースが党首を務めると宣言していたが大敗し、党首のピータース自身も含めた全ての議席を失った。 2011年の総選挙で8議席を獲得し、国政に復帰した。次の2014年の総選挙でも飛躍し、議席数を2桁に乗せたが、2017年の総選挙では9議席にとどまった。しかし、与党国民党が単独過半数を確保できなかったため、連立工作が活発化する。10月19日にピータースが労働党党首、 邪ンガーダーンを主犯とする連立政権の樹立で合意し政権に復帰した。ありがとうございます。